Rain the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be... おはようございます。今日は Get Ready With Me を撮ってみたいと思います。秋が近づいてきたので、ちょっと純粋さがある秋メイクをしてみたいと思います。ではビーガンブランドフレシアンの商品を使いながらメイクしていきたいと思うんですけど、全商品にヒアルロン酸とイチジクエキスが使用されていて、とっても肌に優しいブランドです。フレシアンの全ての商品がビーガン認定完了されていて、パッケージもサトウキビ由来のもので作られてたりとか、このクッションについてくるパフとかもコーンスターチで作られてるんですって。地球にも肌にも優しいブランドです。フレシアンのすごい有名なのは卵型のクッションなんですけど、私がずっと愛用してたビーガンのクッションあったんですけど、それからもう完全に乗り換えたぐらい本当のゆで卵みたいになります。最初は可愛いのを使います。アンプルとプライマーを兼ねてます。これもビーガンだし、ヒアルロン酸がすごいたっぷり入ってます。このプライマーを使ってからクッションをすると、お化粧のノリがすっごい良くなって、もう本当の AI みたいな卵肌になります。クッションだけを使うよりも、もっともっと持続力とか保湿力もぐんとアップするのでおすすめです。そしてクッションを使っていきます。全部で4種類あります。全てのクッションに5層のヒアルロン酸、マデカソサイド成分を含むスキンケア成分が 70% 以上含まれているので、基本的なスキンケアをベースに快適で低刺激で薄い一膜のカバーが可能なメイクアップクッションです。イクライククロークッションを使います。冷房を止めたんですけど、すっごい暑いです。もともと持ってるんですけど、新しいものも送ってくださったので、暗い色とかまだ開けてないやつとか、皆さんにできたらインスタグラムとかで、は結構イベントみたいなのできたらいいかなと思います。いろんなパウダーがブレンドされた商品なので、肌のデコボコをすごい綺麗に隠してくれるんだそうです。向こうだと明るくてよくわかんないかなと思って、暗いとこに来ました。ツヤすごっ、すごくないですか。私的に韓国コスメ史上最強に綺麗なツヤです。ツヤクッションとかも結構、まあファンデーション塗った感は分かる感じあるじゃないですか。でもこれはなんか元々の肌が綺麗な人みたいな表現をしてくれます。うん、暑すぎてエアコンつけちゃったんですけど、うるさいかな。見てって言いたくなっちゃうツヤ。本当に初めて使った時に感動して、すごい写真いっぱい撮りました。全人類に一回試していただきたいクッションです。これはカバー力っていうより肌をすごい綺麗に見せてくれて、トーンを均一に整えてくれる感じで、この金の卵ちゃんが4つの中で一番カバー力があるので、これでちょっとコンシーラークマを隠したりしようと思います。これは結構マットタイプなので、まあ、ここにちょっとポン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 ってしてからクマを隠していく感じ。もうスキンケアしながらメイクができます。色はアイボリー系の色で、ナチュラルに華やかにしてくれます。今使ったのの他にもエッグライククッションとストーンアップクッションがあります。自然にカバーしてくれるけど、蒸れにくいセミマットタイプのクッションで、ツヤを保ちながら24時間カバーが持続するのがテストで検証されているクッションです。トーンアップクッションはピンク系のトーンアップで仕上げて、明るく華やかな卵肌を演出してくれます。肌のトーンを整えて、肌の鎮静ケアまでしてくれます。お化粧をあまりしない人とか、家の前まで軽く外出したいなという時にも、このクッションはすごくおすすめです。コンタクトするの忘れてた。緩い感じであんまりしないお話をしようかなと思ってたんですけど、上まぶたはあんまり濃い色をのせません。薄いベージュ系の色をのせます。私実は小さい時芸能活動をしていて、お姉ちゃんが芸能界に入っていて、でそれの超おまけって感じの
お姉ちゃんのキーホルダーぐらいの感じで入っていました。赤ちゃんの時すごいハーフみたいな顔をしていて、道を歩くたびにスカウトされてたんですね。お母さんはもう全部断ってたんですけど、お姉ちゃんがある日やってみたいって言い出して、でそこからじゃあ社会経験を習い事みたいな感じで始めたみたいです。でまあ現場に同行とかしているうちに、あ妹ちゃんなんだ、じゃあついでに入ってみるっていう感じで芸能界入りしたポンコツエピソードです子役の世界って言っても東京の下町に住んでたので、すごい家がちょっと都心から離れていて、で朝5時に起きて、まあ、多分労働法違反かもしれないんですけど、すごい深夜夜中まで撮影したこととかもあって、私の役割はもちろんその名前さえない感じの脇役みたいな感じではあったんですけど、深夜まで撮影とかいろんな芸能人の方にお会いして、ピンクのキラキラのハイライターを入れました。で結構早いうちに社会経験みたいなのをしたので、オーディションとかも行くじゃないですか。なので小さい時から結構なんか大人の反応を見て発言するっていうか、大人が欲しい答えを探す子供になった暗い話じゃなくて、感じ。でも子供ながらにやっぱり社会の掟とか雰囲気とかもつかめる、分かるようになったし、社会の裏側みたいなのも見てきたりとか、すごいいい経験だったなぁと今となっては思ってます。下はプクッとさせて、上は本当にナチュラルな感じで、ほぼ塗ってない感じにしたかったんですけど、塗らないとちょっとやっぱり浮くので、下に重きを置く感じで。そうそう、それが言いたかったというより、もうだからオーディションとかにももちろん行って、落ちることもあるじゃないですか。自信もなくなったりするし、結構子供ながらにすごい悲しいっていうか落ち込むんですよね。と現場に行くと、やっぱり芸能界なのですごい目がクリクリしてて、細くて可愛い女の子もすごいいっぱいいるんですよ。私水泳をやってて、でしかも JO っていう全国大会とかで競うために結構本気の当初から朝練後5連とか合宿とかすごいあって、スポーツ少女だったんですよ。小学生にしてはすごい肩幅もありましたし、お腹も結構バッキバキだったんですね。日々の練習で太ももも筋肉が結構もうがっちりあるタイプだったんですよ。そこで現場に行くと、すごい華奢で可愛い女の子たちに、子供だから素直な言葉が出てなんかリコちゃんちょっと太ってるよねみたいなちょっと痩せた方がいいよみたいな、そういうこと結構言われてたんですよ。でも私も子供ながらにそうだよねと思って、痩せないとね、なんかもうお肉で太ってるわけじゃないんですけど、すごい筋肉質で太いのがすごい嫌で、だから、そうだよね痩せないとねとかですごい思ってて、でそういうのから始まって、当初からなんか学校の給食とか全然食べないっていうのは許されなかったので、あと牛乳は1本飲まないといけなかったので、牛乳は1本飲んで、フルーツあれば、フルーツは食べて、でその他ご飯とかカレーライスだとしたら、お米粒2つちょうだいみたいな感じで米粒2つと、あとカレーライス1滴とか、多分私の同級生だったらみんな知ってると思うんですけど、給食もねそんな感じで食べてたんですよ。私がビューラー壊したせいで、すごい本当はね、本当はもっと垂直に上がるんですけど、ちょうどいい感じのカールになりました。社会に出たことによって、なんだろう、体型もすごい気にするようになって、小学校の低学年からずっとダイエットがもう日常になってました。体重測定とかをして、なんか体重が減ってると、すごいなんか飛んで喜んだのを今でも覚えてますね。なんか嬉しかったから。なんかその当時は子供なので、目の前のことに一生懸命だし、目の前のものを把握することが一生懸命だったから、現場に行って太ってるって言われたら、そうだよね太ってるよねって思ってダイエットしなきゃとかって思ってたけど、今後になって考えてみたら、すごい矛盾してる世界にいたなって思って、
スポーツやってるんだからもちろん筋肉がついて体もどっしりっていうか、結構その筋肉質になるのも当たり前だけど、女性らしいものを要求してる世界、子役の世界にもいて、すごいなんか2つの矛盾してる世界にいながら達成しようとしてたのかなと思って、誰が悪いとかそういうのは全然なくて、本当に今となってはそういう社会経験がちっちゃい時からできてたことはすっごいためになったし、いろんなことが考えられるようにもなりましたし、すごい感謝でしかないんですけど、ね、LINE は引かずに後で部分つけまつげをつけます。もうそんなことがありました眉毛を先に描くべきだったか取り急ぎ眉毛目線を下げるためにここからここにして、鼻のところはちょっと上目にしていきたいと思います。こんな感じ。このほっぺのツヤは消したくないので、そこはちょっと避けてポンポンポンと、こんな感じ。ちょっと見えるか見えないかぐらい、そして唇はこのフレシアのティント、あのビーガンセラムティントを使っていきたいと思います。すごっ、これずっと一日中このツヤは続きます。このティントにもリップケア成分が入ってるので、ちゃんと縦じわをケアしながら使います。このアプリケーターが私が好きなタイプなんですけど、フラットタイプになってます。でこれだとすごい均一に塗れるので、私はすごい好きです。なかなか落ちないぐらい発色が全部すごくよく、とっても優秀です。金の卵ちゃんで唇の色を、フィラーとかを入れてないとボリュームを表現したりとか難しいですよね。一番で形を整えてみます。とナチュラルなんですけど、塗れば塗るほどぷっくりぷくってして見えます。上はあんまり塗らないから形を作るぐらい、ボリュームある人に見えません？リップもそうなんですけど、すごい綺麗なツヤ。7番で感じで、かかたかかる、綺麗。すごい。の下の方とかもオーバーリップで描いてるだけなんですけど、このツヤがあるおかげでフィラーしてる人みたい。センシュアルビーガンってリップバームっていうのがあって、リップバームなんですけど色が入っていて、磁石でカチッってなる、中がちゃんと乾かないようになってるのですごいいいです。バターが溶けたみたいにすごいじわーって綺麗に、元の唇の色をもう少しちょっと華やかにしてくれる感じで、男女老若男女問わずプレゼントとかにもとってもおすすめです。ツヤを出したいところにちょっと追加していく感じも良さそう。かわいいピンク、どうしてもかわいい6番のピンクが使いたくて、ちょっと鼻に。このティントは絶対買った方がいいです。フィラーなしでぽっくりチュルンってなるので。じゃあ髪をセッティングして戻ってきます。 Night and day it rained the whole day till on Sunday I'm waiting for a shining day might be singing might be murmur might be たたん、いつもとちょっと違う感じで秋っぽい感じが出てたら嬉しいです。肌の感じもすごいツヤツヤだけど、唇もブルンブル。
誰でもウルンプルンぷっくりリップになれちゃうティントが11月22日から12月3日3日の9点の目代わりでクーポンダウンロードすると定価3000円するんですけど、それが2300円で買えて、しかも1プラス1で買えます。今日使ったセット皆さんぜひぜひ買ってみてください。もうめちゃくちゃお気に入りです。定番のセットを購入するとスペシャル企画セットって言って、さっきご紹介したこのピンクビターアンプルの7ミリを1つとクッションパフ2つとこの可愛い小さいナイロンのポーチがセットでついてきます。の定価6500円のセットがなんと3390円で購入できるので、この機会に皆さんぜひぜひ購入してみてください。このぷっくりリップとこのツヤはぜひ皆さんと共有したいです。Get Ready With Me はここまでにしたいと思います。皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。詳細は全部概要欄に貼っておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは今日も皆さんが笑って過ごせていますように。また次の動画でお会いしましょう。またねー。